はい、どうも皆さんこんにちは、コヘイでございます。ということで本日なんですけれどもね、ライブ前日ということでね、本日5月7日はですね、まあ、昨日にねもう行われた方もいると思いますけどもね、そうです、虹ヶ崎学園サードライブのですね、Day 2、まあ、今日は2日目ですね、2日目のチケット発券の、日でございます。はい、まあ、ということでね、やってきましたけれども、ついにね、いやーこの日が来ましたよね。本当にね、まあ、今回、久しぶりのね、まあ、有観客。まあ、虹ヶ崎はね、この前もシャッフルフェスやったんですけどもね、こうした大きなね、ライブっていうのはもう超久しぶりということでね、まあ、僕もね、久しぶりにちょっとチケット発券の動画出そうかなということで、出しました。まあね、今回はですね、まあ、前回のね、セイントスノーだったり、シャッフルフェスのね、ライブと同様、電子チケット、ね、紙チケットではなく、スマートフォンなどの電子チケットとなりますので、座席を自分が知るのも電子ということで、まあね、スマホでポチポチとやってね、まあ知るということにまあなると思います。はい。いやーでもね、なんか今回ね、ツイッターとかね、見てもね、すごいアリーナ席がね、多いっていう話は聞きましたので、一体ね、ほんとどうなるんだろうっていうね。なんかね、僕がね、タイムラインとかでね、ツイッターで見た感じは、本当に、アリーナ席がすげえ多いなっていう、むしろスタンドは全然見ないなっていう感じで、ほんと謎だったんですよね。まあ確かにね、今回ね、その一般抽選が完全に廃止というか、まあ全員落選扱いになっちゃいまして、その最速選考のみでしかそのライブの現地参加っていうのができなくなってしまいましたので、まあそういう意味ではね、ちょっと今回はイレギュラーな状況下での、まあライブ開催ということになります。まあ一般抽選がないっていう意味でね、かなり特殊ではありますけどもね。ということでね、じゃあ前置きはこの辺にしまして、じゃあ早速ですね、いつものね、座席を見ていきたいと思います。まあ、今回ですね、座席番号と推奨来場時間ですね、来場時間のこの2つが、出ます。はい。まあ、座席番号はまあわかるんですけども、推奲来場時間っていうのは、まあ、これはですね、まあ、必ずしも守れってわけじゃないんですけども、まあ、分散入場のため、一応ね、推奨として描かれてると。記載されてるということですね。はい。ではですね、この顔認証システムのご案内ページからね、見ていきたいと思います。じゃあ行きましょう。二日目、僕は座席今回どこになるのか、どこだ？チケット！ほっ！ということで、あ！はい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 。これはスタンドってことでいいのかな？はい。スタンド席でしたね、自分ね。はい。ということで、なんかね、6時ちょうど過ぎだったので、このチケットがね、見れるのね、6時なんですけども、座席番号が見れるのが6時なんですけど、僕、普通に、スタンド席でしたね。はい。で、ですね、まあ、具体的なね、場所は伏せますけれども、僕はですね、三塁側でした。はい。三塁ということなんで、正面にステージがあったとしたら、この左側ですね。はい。左側の座席になりますと。いうことで、で、席番号だけ見た感じだと、そんなに悪くなさそうな席配置なんじゃないかなと、パッと見思いました。はい。まあ、ね、列番号も書いたんですけども、要は前から何列目ですよっていうことで書かれてるんですけど、もう普通にね、悪くない席配置だったので、まあ見た感じね、はい。普通に見やすそうって意味ではね、良かったんじゃないかなと、まあ僕的にはね、全然いいんじゃないかなというふうに、思いました。まあ、というかね、これぐらいのね、ほんと積運がね、全然普通なんですよ。はい。前回のね、シャッフルフェスはね、マジでバケモンだったので、あれはね、ちょっとイレギュラーすぎましたけど、まあ、さすがにね、あそこまでの神展開はね、まあね、わかんない方に説明すると、まあ、前回のね、シャッフルフェス僕で、現地参加したんですけど、まさかの最前列だったっていう、まあ、そういうオチもあったんですけど、まあ、でもね、僕的には普通に見やすい席でね、まあ、見れれば全然いいので、まあ、いい席じゃないかなと思いました。はい。今回ですね、皆さんも現地参加ね、される方の中でね、チケット発券ね、まあ、Day 1、Day 2したよって方はね、ぜひね、コメント欄にね、いろいろと座席番号等ね、自分はここですよ、みたいな感じで、ね、書いていただけますと幸いでございます。もしですね、この動画いいなと思う人、グッドボタン、高評価と、チャンネル登録の方もお願いします。ダイジェストの動画でお会いいたしましょう。以上、コヘイでございました。バイバーイ。